アマングアスは、イナースロースによって開発された、オンラインマルチプレイヤーソーシャルディダクションゲーム。2018年6月15日に Android 及び iOS 向けに、同年11月16日には Microsoft Windows、2020年12月16日には任天堂スイッチ向けにもリリースされた。2021年には Xbox One、 プレイステーション4よび XBOX シリーズ XS、プレイステーション5向けのリリースも予定されている。本作は宇宙をテーマとした、いわゆる人狼ゲームであり、プレイヤーはクルーと少数のインポスターの2つの役割に分けられる。クルーの目標は、インポスターの特定、排除、マップ上にあるタスクを完了することである。一方のインポスターは、 クルーがすべてのタスクを完了する前に、密かに妨害し、殺すことである。死体の発見や緊急招集といった事例にて、複数回行われる怪しいクルーを探る、投票の結果、インポスターと思われるプレイヤーはゲームから排除される、場合がある。すべてのインポスターが排除されるか、マップ上にあるすべてのタスクが完了すると、クルーが勝利する。一方で、 クルーとインポスターの数が同じになったとき、またはインポスターによって引き起こされる重大な妨害が解決されなかったとき、インポスターが勝利する。本作は2018年にリリースされ、最初は大きな注目を集めることはほとんどなかったが、多くの Twitch ストリーマーや YouTuber がプレイしたため、2020年に人気が高まった。ゲームの人気に応える形で、 2020年8月に続編となるアマングアス2が発表されたが1ヶ月後にキャンセルとなり開発チームは元のゲームの改善に焦点を移した本作は4人から10人のプレイヤーでプレイ可能なマルチプレイヤーゲームである各ゲームではプレイヤーのうち1人から3人がランダムに選出されてインポスターとなり残りはクルーとなる インポスターは別のインポスターを把握することもできる。クルーにはミニゲームの形で様々なタスクが与えられ、電気の配線やエンジンの燃料補給といったシステムのメンテナンス作業をマップ上の特定の位置で行う。タスクは単一で完了するものもあれば、複数の施設を経由するロングタスクなど複数の種類が存在する。タスクを完了すると、 画面左上のタスクゲージが上昇する。インポスターはクルーに与えられたタスクを完了することはできないが、クルーに溶け込むためにフェイクタスクが与えられるほか、サボタージュを実行することができ、停電を引き起こして視野を狭くしたり、原子炉に異常を起こすなどタスクを追加して、ゲームの進行を妨害できる。また、マップ上の各所に配置されている、ベントを通じて繋がっている、 別のベントの場所まで瞬間移動することができ、他のインポスターと協力しながら、クルーを殺していく。殺害は一度行うと、クールタイムが発生するため、連続して行うことはできない。インポスターは停電中でも視界は狭くならない。クルーインポスターともに、プレイヤーは死ぬとゴーストになり、壁を通り抜けることができるが、生存しているプレイヤーとの対話は制限され、 他のゴーストを除いて、誰にも見えない。しかし、ゴーストは生存しているプレイヤーを手助けでき、タスクをこなしたり、サボタージュを実行できたりする。また、ゴーストは、視界の設定及び壁やサボタージュの有無に関わらず、画面全体の様子を見ることができ、ゴースト同士で常時チャットでコミュニケーションすることもできる。なお、クルーの場合は死亡してもインポスターが誰かは、 決着がつくまで表示されない。クルーは全てのタスクを完了するか、全てのインポスターを特定、排除することで勝利する。一方のインポスターは、自身、または会議投票でクルーを殺して、インポスターの数と同じにするか、一定時間後に全滅するサボタージュが解決される、ことなく時間切れになることで勝利する。死体を見つけたプレイヤーは、クルーインポスター問わず、 誰でも報告でき、報告によって進行中のゲームを停止し、その時点での死亡者をすべて公開した後に、グループ会議を開始できる。また、サボタージュの進行中を除き、マップ上のボタンを押すことで、同じような、緊急会議を開始できる。ただし、ボタンを押して、会議を開始した場合、リスタート後のマップに死体が残らないため死者がいた場合、どこで殺されたのかわからなくなる。 会議では各プレイヤーの状況から取り巻く証拠に基づきインポスターを特定するための話し合いを行う。いずれの会議にも終了時には生存しているプレイヤーによる投票が設けられており、選出されたプレイヤーはマップから排除され死亡する。生存しているプレイヤーは会議中にのみテキストチャットでコミュニケーションを取ることができる。ゲームにはボイスチャットが組み込まれておらず、 ディスコードといった外部アプリケーションや、ボイスチャットを導入した、有志モッド導入サーバーを使用するのが一般的になっている。ただし、お互いの状況を知らせる手段が限られた、プレイヤー同士でアリバイを探り合うことが、ゲーム性の主軸であり、対戦中にボイスチャットを利用すると、ゲームバランスが崩壊してしまうため、対戦開始前には、ボイスチャット使用自粛を促す演出が挿入される。 マップ上には、タスク用の施設のほか、上記の緊急会議、ボタン、プレイヤーの位置を把握できる施設、監視カメラを閲覧できる施設などといったものも存在する。ゲームの前後に、プレイヤーが集合するロビーでは、様々なオプションを調整し、タクスの数、クルーとインポスターの視界の範囲、緊急会議の回数、匿名投票、 プレイヤー排除時のインポスターかどうかの判明の有無など、ゲームプレイに関してカスタマイズできる。また、キャラクターの認めを変更できるアイテムも用意されており、有料のダウンロードコンテンツも含まれている。ゲームをプレイするマップは、ザスケルド、ミライ HQ、ポーラス、ザイシップの4種類が用意されている。ザスケルドミライ HQ、ポーラスザイシップ本作は、 実際のパーティーゲームであるマフィアに触発され、当初は一つのマップのみを搭載したモバイル専用のローカルマルチプレイヤーゲームとして予定されていた。デザイナーのマーカス・ブロマンダーはゲームの最初のマップであるザ・スケルドを制作するためにイナースロースで取り組んでいたザ・ヘンリー・スティックミンコレクションの開発を一時停止した。2018年6月、アマング・アスがアンドロイドと iOS 向けに リリースされた。リリース直後の同時接続プレイヤー数の平均は30人から50人であった。ブロマンダーはマーケティングが本当に苦手だからとし、プログラマーのフォレスト・ウィラードはあまり上手にリリースされなかったと考えた。チームは諦めるつもりであったが、少ないながらも送られるフィードバックに応えようと作業を続け、オンラインによるマルチプレイヤー、新たなタスク。 カスタマイズ可能な設定オプションを追加した。その後、2018年11月にスティームを通じて PC 版がリリースされ、PC とモバイル機器とのクロスプラットフォームに対応した。2019年8月8日には2番目のマップであるマラークを発表、11月12日にはポーラスという名前の3番目のマップが追加された。いずれのマップも当初は4ドルほどの課金が、 必要であったが、2020年1月6日には2ドルに引き下げられ、6月11日には無料となった。ウィラードによると、チームは純粋なビジネスの観点から、おそらく必要以上に長く、ゲームにこだわった年、週に1回の頻度で、ゲームの定期的な更新を行っていた。これにより、プレイヤー数は着実に増加し、プレイヤーベースも雪だるま式に広がっていった。 2021年4月1日には大型アップデートを実施。新マップ、在シップの追加やメッセージボードのショートカット入力など新たな機能がた々実装されたほか、不正、迷惑プレイヤーを運営に通報できるようになり、その内容に応じてアカウントを一時及び永久停止する機能も実装された。人気の高まりと要因と一致における アマングアスの人気に火をつけたとされる、ストリーマーのソーダポッピン本作は2018年にリリースされたものの、人気の急上昇を見せたのは2020年の半ばになってからであり、その人気は韓国とブラジルのオンラインコンテンツクリエイターによって牽引されていた。ブロマンダーによると、アメリカよりもメキシコやブラジル、韓国ではさらに人気が高まっていたと述べている。また、 ウィラードによると、2020年7月に、Twitch ストリーマーである、ソーダポッピンが、Twitch における本作の人気に火をつけたと述べている。これに続くように、XQC やポキマネ、シュラウド、忍者、ピューディパイなど、数多くの Twitch ストリーマーや YouTuber がプレイ、するようになった。新型コロナウイルス感染症の世界的流行によって、社会距離拡大戦略が提唱される中、 ゲームを通じた社会化を可能にしたため本作が人気になった理由として頻繁に引用されていた。ユーロゲイマーのエマ・ケントはイナースロースのザ・ヘンリー・スティックミンコレクションのリリースも本作の人気に貢献したと考えており、PC ゲーマーのウェス・ヘンランは Twitch ストリーマーである SR ・ケイフの功績が大きいと分析している。また本作が シークレットヒトラーのようなマフィアに触発された他の人気のあるテーブルゲームと類似していることも成功の理由として挙げている。マフィアに似たゲームの中でもタウンオブ、セーラムやウェアウルブズ・ウィズ・インといったコンピュータゲーム化されたものもあったが、フェンダンはこれらを基本的な人道ゲームにオンラインインターフェースを追加しただけと見ていたのに対し、 本作はそのコンセプトを全く新しいものにしたと評している。継続する作品への人気作品のファンが制作した、クルッソなキャラクターシート本作の人気はその後も続き、2020年9月、YouTube は本作に関する動画が40億回以上視聴されたと報告した。TikTok では2020年10月に130億回以上再生されていた。 2020年9月、ゲームのダウンロード数は1億回を超え、同時に接続するプレイヤー数は150万人に上り、そのうちの40万人近くがスティームから接続していた。その後、9月の後半にピークに達し、プレイヤー数は380万人になった。この頃、突然のプレイヤーの増加により、ゲームサーバーは過負荷な状態になっていた。ウィラードによれば、 当時は完全に無料の Amazon のサーバーであり、それはひどいものだったため、急いでサーバーを修復する必要があったとしている。ゲームの人気は、クルソナズという現象を含め、ファンアートやインターネットミームに大きな影響を与えた。ウィラードはファンが作成したコンテンツは本当に最高と表現し、ブロマンダーはそれを見るのが一番のお気に入りとしている。 人気の真っ只中でイナースロースは、PlayStation 4や Xbox One などのコンソール機器にゲームを移植することを検討していた。しかし、標準的なテキストベース、または音声ベースのチャットが使用できないように思え、プレイヤー間のコミュニケーション機能を実装する上で問題が発生した。チームは、ロケットリーグのクイックコミュニケーションシステムに似たシステムやゲーム用に、 全く新しいコミュニケーションシステムの開発を検討した。2020年9月現在、開発がどのような状態にあるのか不明だが、少なくとも移植については検討されている。政治家や物議を醸した軍人による、プレイ2020年10月、アメリカ合衆国会議員であるアレクサンドリア、オカシをコルテスとイルハン・オマルは、 次期アメリカ合衆国大統領選挙への投票を促す方法として、ポキメインやハサンパイカーなどの著名なストリーマーと共にゲームをストリーミング配信し、Twitch 上で70万人近くの同時視聴者を集めた。一方でアメリカ海軍の e スポーツチームによるストリーミング配信では物議を醸した。このチームではあるプレイヤーが長崎や ジャパン1945といった長崎市への原子爆弾投下をからかうようなユーザー名や黒人に対する別称を連想させるゲーマーワードを名乗っていた。これに対しインターネット上では不謹慎だや無失話が走るといった非難が殺到した。2020年8月、開発チームは続編であるアマングアスにに焦点を移した。しかしながらこのま,まもウィラードとエイミー・リュウは 本作の更新を続け、3つのリージョンに4つのサーバーを追加して、最大プレイヤーベースを増やしたり、より長いゲームコードを追加したりして、より多くのゲームが同時に進行できるように対応した。9月23日、続編の開発の中止を発表した。その代わりとして、多くのプレイヤーがアマングアスを楽しんでいることから、本作の継続的な改善、サポートに加え、 続編に向けたコンテンツの追加を決定した。イナースロースはゲームのコードベースが時代遅れであり、新しいコンテンツを追加できるように構築されていないと判断し、新しいコンテンツの追加を可能にするためにゲームのコアとなるコードを再構築した上で続編をリリースする予定だった。その後、開発チームはゲームサーバーの問題と蔓延する不正行為に対する計画を発表し、 プレイヤーを追放するシステムの追加やゴーストとしてプレイする際のゲームプレイの改善を行った。さらに今後の計画としてゲームをカスタマイズするオプション設定の追加や四季角異常への対応、フレンド機能、ブロマンダーが制作するザ・ヘンリー・スティックミンシリーズを題材にした新マップの追加などが発表されている。12月15日。 ニンテンドーダイレクトインディーワールドショーケースにおける発表と同日、本作がニンテンドースイッチ向けにリリースされた。スイッチ版で初めて日本語に対応し、モバイル版や Windows 版とのクロスプレイにも対応している。この発表を受け、ツイッターにおける日本のトレンドでは発表に関連したスイッチ版や日本語対応といったワードがトレンド入りした。 2021年3月6日に配信されたアップデートでモバイル版および Windows 版にも日本語に対応。これによって全対応機種で日本語のプレイが可能になった。このアップデートではクイックチャット機能が導入され、定型テキストを使った簡単でスピーディな会話が可能になった。2021年には Xbox One および Xbox シリーズ XS 向けの Xbox Game Pass へのリリースが予定されており、同機種でもプレイできるようになる計画がある。2020年10月中旬、エリス・ロリスと名乗るハッカーが、主に北アメリカのサーバーを標的にしたチャットスパムを始めた。アマング g のサブレディットやツイッター上では、 ロビーが操作され、YouTube のチャンネルへの誘導や Discord のサーバーへのリンク、物議を醸すような政治的メッセージによって、ゲーム内チャットが荒らされているという報告が上がっていた。エリス・ロリスは、自身の YouTube チャンネルへの誘導だけでなく、チャンネル登録を拒否したプレイヤーに対しては、個人的にハッキングすると脅迫していた。また、Discord のサーバーには、 人種差別的な言葉や流血、ポルの動物虐待を描写した画像など大量の NSFW コンテンツが含まれていたことが判明している。10月23日に掲載されたユーロゲイマーのレポートではチャットに書き込まれたディスコードサーバーへのリンクを経由して行われたエリス・ロリスと名乗る人物へのインタビューが載せられている。インタビューにおいてロリスはわずか6時間で ハッキングの原因となるボットを作成し、最大50人のボランティアを集めて、ボットネットを形成し、攻撃の強度を高めたと主張している。また、このハッキングが150万のゲーム490万人のプレイヤーに影響を与え、次期アメリカが衆国大統領選挙において、ドナルド・トランプに投票するように促す、宣伝の一環であったとも付け加えている。イナースロースは、 10月22日にハッキングについてプレイヤーに警告するゲーム内メッセージを追加した。その翌日にはツイッターで声明を発表し、この問題について非常に認識していると述べ、ハッキングと戦うために緊急のサーバーアップデートを配信するとした。それを踏まえてアップデートが配信されるまではパブリックゲームでプレイすることを避け、プライベートゲームに固執するよう勧めた。 開発チームはオーバーホールの一環としてハッキングの脆弱性に対処することを計画している。AP 通信は本作が2020年10月に iPhone 及び iPad の両方のアップストアで最もダウンロードされたアプリだとしている。ロック、ペーパー、ショットガンのクレーグ・ピアソンは疲れ果てるクルーメイトとしてプレイするよりもインポスターとしてプレイする方が はるかに楽しいとしている。アリス・オーコナーは、このゲームを、マフィア、またはウェアウルフだが、ミニゲームがあると表現している。ズゲイマーのアンドリュー・ペニーは、このゲームは、価格に見合う価値があるとし、誰と一緒に、プレイするかによって、ゲームの楽しさが決まると述べた。ストリーマーの間での人気について、ザ・ナショナルのイブリン・ラウは、誰が、インポスターなのかを当てようとする。 人々の反応を見ていると、インポスターではないとひどく、嘘をついている。人々の反応を見ていると、とても楽しいと述べている。新型コロナウイルス感染症の世界的流行時に、パーティーゲームとして人気を博していたことから、フォールガイズとよく比較されているが、それぞれのゲームの開発者はツイッターにおいて、互いを肯定的に認め合っている。また、比較されやすい要因の一つとして、 両ゲームのキャラクターがゼリービーンズのように見えることも挙げられている。ありがとうございます。